第3試合、丸藤杉浦軍対ノーマーシー、モハメド米西森大治組対マイバッハ谷口金丸義信組。これ以上スケールの大きな変身はないと言ってもいいでしょう。その名はマイバッハ谷口。あの 2.14 後楽園大会で健太から次の後楽園で生まれ変わり、その声を受け 2.25 後楽園大会から谷口周平はもうこのマットには存在しなくなりました。その名はマイバッハ谷口。このシルバーの鉄仮面をつけたその瞬間から冷徹な攻め、そして感情を一切表に出さない、その冷たい戦いに磨きがかかりました。グリーンのマットを一周します。そしてお赤コーナーの花道を控え室方向に向かっていきます。まだ米と石森はリングに向かいません。当然このテーマも鳴っていない中で、うん、後楽園ホールの赤コーナー側の控え室につながる階段を降りていきます。マイバッハ谷口が今完全にこのカメラが追える範囲を超えた、その赤コーナーの控え室のおそらく扉を開けていったでしょう。今パートナーの金丸さえもあぜんとするような、そのマイバッハ谷口の動きです。金丸はこの動きにはついていきます。あ、今赤コーナーの奥で今乱闘がすでに始まっています。マイバッハ谷口追いかけ、今石森はまだ入場する前、金丸もここでようやく加勢しました。モハメド用の石森大治の2人が赤コーナーですが、今マイバッハまたしてもカメラが追える範囲を超えていきました。あ、今あ米の後ろ髪を掴んだ。今リングの周り、あ、今マイバッハ谷口、米の今ガウン姿のまま追いかけて、あっと今度は後楽園ホールのお客さんの入場口、入り口方向まで、後楽園ホールの入り口方向まで連れてきました。リングの中は金丸と石森の2人の戦いでゴールになりました。あーっと肩から突っ込んでいった石森、あーっとここでディープインパクト。丸藤杉浦軍対ノーマーシーの戦いは垂直落下、リングの中央、腰を痛めている石森にとっては強烈な一撃。そして今、後楽園ホールの南側の客席ではワイワー谷口とモハメド米が乱闘を繰り広げています。まだ米はガウンを着たまま、ガウンを脱いですらいません。リングの中は金丸と石森ですが、場外の2人が今ようやく米が体勢を立て直したでしょうか。マイバッハ谷口はなんとか今南側の通路、真ん中の通路のところで体勢を立て直そうというところ。米が今後楽園ホールの場内に拍手を要請する。あーっと顔面ハイキック、さらに上まで連れていく。リングの中では金丸が勝負を決めるか。あーっとなんとパワーボムの体勢は場外、南側の客席内です。リングの中、試合の権利があるのはこの金丸と石森ですが、果たしてこの米とマイバッハ谷口は試合に加わるんでしょうか。場外戦が続きます。南側の客席の真ん中を分けるこの通路の中がこの2人の主戦場です。マイバッハが今とショルダーストレードが、ね、捨てられました。腰を打ち付けられましたマイバッハ谷口。さあリングの中、これだけの距離が離れている中、完全にヘビーとジュニアの両サイドに分かれる戦いが続きます。さあ米が走る、ラリアット落ちました。ここで今マルフィスミラ軍、モハメド米が体勢を立て直せるでしょうか。リングの中では今金丸の必要なこの石森の腰での攻撃が続いています。ようやく米がリングに向かいます。何しろまだコーナーにすら立っていませんモハメド米、そしてマイバッハ谷口です。取られた、マルコムがおっとヘッドシザースに体勢入れ替えてかわしていった、返されましたが入りました。今ようやくモハメド米がコーナーに戻ってきました。マイバッハ谷口はまだ客席内です。さあリングの中、まともな勝負になるでしょうか。マイバッハ谷口もようやく反対側から青コーナーサイドに戻ってきました。
ようやく試合になりそうです。こちらがマイバッハ谷口、今鉄柵を越えてリングの中、戦いの輪に加わっていくでしょうか。高い上がりをね、バーッとバックに回る金丸、軍団構想の激しさが増すノーマットの中にあって、丸藤杉浦軍が赤コーナー、青コーナーはノーマーシーのマイバッハ谷口と、あ、今椅子を手にしています。すでに次なる一手を用意するマイバッハ谷口、今椅子を手にその気を伺っています。ヨネはギロチンの体勢、今セカンドロープから落としていきました。カバーに行った、ツーカウントです。金丸が肩を上げました。ようやくこのヨネがリングの中の戦いに入ってきましたが、結果面のマイバッハ谷口は今その手には椅子を持っていますが、反対側赤コーナーからはその存在は見えないでしょう。筋肉バスターを狙います。さあマイバッハ谷口が来た、谷口が来る、椅子を手にしている、それを見て、あートライアット、ここは一周されました。マイバッハ谷口、ヨネが冷静、あーとヨネを追いかけます。ヨネはリングの中の試合を放棄してマイバッハ谷口を追いかけました。さあまあまたしても鉄柵の向こう、またしても鉄柵の向こうです。あーと客席に投げ込みましたモハメドヨネ。マイバッハ谷口はさらにまた椅子を手にしています。またしても椅子を手にしている。ラフサッポー、しかしそのラフサッポーを打つにしても何しろ目が見えません、感情が表に出ません。マイバッハ谷口、非常なる椅子攻撃にも表情を一つ変えていません。さあ椅子で一撃を加えてリングの中にヨネを戻しました。さあ、おマイバッハ谷口もリングの中に加わる。椅子がリングの中に残っているのがちょっと気になるところ、その椅子を手にした、蹴り上げる、そして後ろからは椅子、あーここでゴング要請、これは完全にノーマーシー、マイバッハ谷口の反則でしょう。なりふり構わぬもうルール無用の戦いを今日のリングの中で展開しました。これはあー喉輪からの変形落とし、マイバッハ谷口がこれは生まれ変わったと言うべきか、あるいは別の男が生まれてしまったと言うべきか、リングの中では今レフェリーをも蹴散らしました。場内は完全にブーイングです。後楽園ホールの場内を完全に敵に回しましたが、まだ椅子はリングの中に残っています。今ヨネが肩を担がれてリングを後にします。勝負タイムは4分48秒、5分足らずの、まあ、これは勝負と言っていいんでしょうか。軍団構想は場外戦で終始し、最後は椅子を使っての反則でマイバッハ谷口は反則負けを取られましたが、まあ、してやったり思い通りの反則負けと言っていいんでしょう。果たして生まれ変わったマイバッハ谷口はこの後のノーマーシーとのノーマーシーの中での軍団構想、丸藤杉浦軍、あるいはその他の軍団にどう殴り込みをかけてくるのか。生まれ変わった谷内周平はもうこのノアマットにはいません。マイバッハ谷内として暴れ続けるその戦いぶりは今日の試合でも反則決着になりました。すでにマイバッハ谷内はシングルで佐野から勝利を収めるなど結果も残しつつあるところですが、今日の後楽園では椅子を使っての反則、そしてこの石森は先日の徳島大会で腰を痛めまして、今日の試合リングに上がる状態でもこの腰にテーピングを巻いた中での出場になりましたが、やはりその腰には相当ダメージが残りました。この後楽園では中島の持つ GHC ジュニアのベルトにも先月挑戦しましたが惜しくも敗れました。ただ今日はノーマーシー、マイバッハ谷内、金丸義信にいいようにやられ、腰にダメージを残したまま控え室に消えていきました。第3試合はマイバッハ谷内が暴れまくっての反則決着でした。